千葉県流山市と松戸市を結ぶ流鉄流山線でレールの温度が基準値を超えたため一時運転を見合わせました。流鉄によりますと午後1時半ごろ流山線のレールの温度が基準値の63度を超えて64度になりました。そのため流山線の全線で運転を見合わせました。その後係員らが安全確認を行い午後2時18分に運転を再開したということです。周辺の我孫子市では午後1時58分に今年一番の最高気温になる 37.8 度を観測していました。ご覧いただいているのは現在の上空からの様子です。つまり運転が再開された後の流山線ということになります。